フランスの城塞に展示される、波状土の複製。工場兵器は、工場船において、城郭都市や他の要塞を包囲、破壊するための装置である。いくつかのものは防御物に近接して、多種のものは防御物から距離をとって、攻撃を加えるよう運用された。古代から、工場兵器は主に木で製造され、石、または類似の投射物を発射するには、 歯車比を用いる傾向があった。火薬の開発に伴う金属工学の進歩により工場兵器は火砲へと進化した。全体的に砲囲を完成するために必要な工場兵器や法列及び必須の部隊と輸送車両は工場砲列と呼ばれる。最も初期の装置は波状土でありアッシリア人によって開発され古代ギリシアのカタパルトがこれに次いだ。スパルタ人は 紀元前429年のプラタヤ包囲戦に波状土を投入した。ギリシャ人ははしごによる攻撃に工場兵器の使用を限定したようであり、ペロポネソスの軍勢は火炎放射器に似た装置を用いたようである。より先進の工場兵器を用いた最初の地中海の人々とはカルタゴ人であり、これらの人々はシシリーのギリシア植民地に対し、 工場塔と波状土を投入した。これらの装置は、シラクサの統治者であるディオニュシオス一世に影響を及ぼし、彼は、紀元前399年にカタパルトを開発した、ローマの工場兵器。最初に工場兵器を大規模投入した二人の統治者は、マケドニアのピリッポス二世とアレクサンドロス三世であった。彼らの巨大な装置は、印象的な兵器、例えば、 マケドニアをデメトリオス一世のヘレポリスなどに見られる、進化に拍車をかけた。これは、紀元前304年のもので、9階建ての高さがあり、鉄で被覆されていた。直立時に高さ40メートル、幅21メートル、重量は180トンであった。最もよく利用された装置は単純な波状土である。または亀に似た装置があり、これは、 一種類かの工夫された方法で自走し、攻撃者は比較的安全に防壁、または豪雨に到達することができた。海での包位、または戦闘にはシーソーに似た機械であるサンバイクもしくはサンブカが使われた。これらは巨大なはしごで折りたたまれ、ベースとなる気候に積載された。そして水平を海に面した都市の防壁の上から送り込むのに用いられた。 これらは通常2隻かそれ以上からなる船を連結して積載し、また少数の3部かは異常する兵員を矢から防ぐため上部に棒立てを備えた。他の兵器は抵抗する不評に重量物を投射した。紀元前306年、サムニウム人の都市であるシルビウムの初期の包囲戦のような戦いではローマ軍は敵の防壁の攻略に際し、 どもりの傾斜炉を作るか、単に防壁をよじ登るのを好んだ。傾斜炉で働く兵士たちは、ビネアへと呼ばれるシェルターによって防護された。これは、長い通路の形状になっていた。枝網細工の盾であるプリタイは、建設中に通路の正面を保護するために用いられた。ローマがしばしば採用した、もう一つの工場兵器は、ギリシアの水路でよく見られる亀に似ており、これは、 ムスクルスと呼ばれた。波状土も後半に用いられた。ローマ軍団の最初の工場等の使用は紀元前200年頃である。ヨーロッパの古代包囲戦において最初に立証された法律の部品とはガストラフェテスであり、ねじりを用いナイフとや投射器の一種であった。これらは木製のフレームに搭載された。より大きな機械は石などを含む 幅広い投射物を装填するために、滑車機構の採用を余儀なくされた。後、発射にネジりの力を用いる機構が現れ、これは剣を使ったスプリングを基本としている。オナガーは、ローマ軍による戦場での発明の主なものだった。門の守備に配置された、投石機。14世紀の画家シモーネ・マルティーニのフレスコが、ガイデリッチオ・ダ・ファリアーの中国において、 文献で確かめられる最初期の方位戦に用いられた、法律の装置とは、牧師にある、テコの原理で牽引力を作動させるカタパルトと、全高約2.4メートルの工場石弓である。牧師のテキストは、牧歌の一門により、紀元前4世紀から3世紀に書かれた。牧歌とは、牧師の思想を春秋時代後期、戦国時代初期に交流させたものである。我々が、 当時の工場技術に関して現在知ることの多くは、工場船に関する牧師の14巻と15巻の内容、52章から71章によって我々にもたらされたものである。これらは畜巻に記載されて保管されたが、テキストの多くは現在、不運なことに非常に普及している。しかし重度の散逸にもかかわらず、牧家の細部への努力と注意は、 牧師と他の作品を分類するよう働き、保障した。それは、高度に描写的な機械的構造の作動に関する、証実であり、これには、運転、回転式の石弓、および、テコ式のカタパルトがある。また、工場技術及び、工場兵器の運用を今日にもまだ閲覧できる。1626年の名ンの戦いの図、女神の軍が、防壁に、 工場兵器を投入し、これらは、明朝側の最新の法によって撃破された。中世の工場兵器の設計には、多数のカタパルトが含まれる。これは例えば、マンゴネル、オーナガー、バリスタ、また、紀元前3世紀に中国で初めて設計され、西暦4世紀にヨーロッパにもたらされた、原因式のトレビューシェット、起源は不明ながら、 マルディビン・アリアル・トルスージーにより12世紀に最初に記述された平行式のトレオビューシェットなどである。これらの装置は石垣を叩き潰す必要上大きな投射物を飛ばすために機械的なエネルギーを用いた。波状土や木製の塔に車輪を装備した工場塔もまた用いられ、これらは攻撃者を城壁に登らせ越えるのを助けた。また、幾分的の矢を防御した。 他の兵器にはピタードが挙げられる。これは門や壁を爆破するよう特に設計された家具である。ピタードは要塞の表面上に直接設置されなければならなかった。また、旧兵や不評が城に接近するために雨戸を並べたような形状のマントレットと呼ばれるシェルターやパビスと呼ばれる支柱付きの大盾が用いられた。これらには車輪をつけて移動可能にしたものもあった。 中世の時代の典型的な軍事の対決とは、敵対者の城に包囲陣を構える一方的なものだった。本格的に守備された場合、攻撃者たちは、城を直接攻撃するか、食料の輸送を立って、人々を飢えさせるか、特別に設計された工場兵器を用いて、城塞の防御能力を破壊もしくは回避することを選択した。 他の戦術の選択としては、城壁に対して、個々の石を一緒に結びつけているセメントを溶かすような次元を設置することがあった。それにより攻撃者たちはすぐに打ち崩すことができた。また他に、間接的な手段として、行動戦術の実行があった。これは、基礎の弱い城壁の下へとトンネルを掘り、防御物を破壊するものである。第三の戦術は、利病した動物や、 人間の死骸を城壁を越えて打ち込むことである。これにより薬病を流行らせ防御側に降伏するよう強制した。これは生物兵器を使用した戦争の最初の形態であった。スコットランドにて展示されるブルゴーニュ広告製のモンスメグと50センチメートル砲弾火薬、ひなわ銃のような消火器と火砲の出現により旧砲と野戦砲も発展した。 これらの兵器は城郭都市のような防御構造物に対して非常に効果的なことが確かめられ、防盤の設計が励賞するように、これら防御物はより低く厚みを持った構造を持たねばならなくなった。専門の工場法の開発は野戦法とは別個に行われ、第一次世界大戦の期間中と第二次世界大戦で頂点に達した。第一次世界大戦中、 ディッケベルタのような巨大な工場法が設計され、当時の最新型の要塞へ対抗するべく投入された。工場法は、第二次世界大戦の初期において、ドイツのシュベアーグスタフ法が建造され、頂点に達した。シュベアーグスタフは当初、フランスのマジノラインに存在する防御施設を粉砕するべく投入が計画されたが、しかし時期に間に合わなかった。 マジのラインは正面からの攻撃により破壊される代わりに急行する気候部隊に迂回突破された。配置と輸送に長時間が必要だった最新の工場砲は空爆にもろく、またこれらの欠点は工場砲を現代戦で使用される急速な部隊の軌道に不適なものとした。ドイツの42センチメートル9砲、リッケベルタ、発砲準備状態、工場兵器は 現在、航空機の兵器投射能力と巡航ミサイルの効果のために旧式とされている。これらは要塞による防御地域も旧式なものとした。今日、コストとして唯一効果のある性的な防御構造物は地下深くのバンカーであり、これは軍用の式統制に用いられる。これら固定式の建造物の価値も疑わしく見えるもので最も生産性のある 機動防御を行う部隊、例えば最新の戦術的、戦略的航空機、気候部隊、機械化不評などの指揮統制は分散された命令を介しており、また移動型の指令本部が用いられる。ありがとうございます。